皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。スラム奏法小ネタフレーズうんたらかんたらということで、4本目のこの動画でも一緒にあるフレーズを練習して、スラム奏法の基本テクニックとか基本テクニックとか応用とか、まあそういったものをですね、一緒に習得して上手くなっていこうぜ、イエイみたいな感じの、そんな感じの趣旨の動画でございます。4本目のこの動画で習得するフレーズはこんな感じです。やってみます。聞いてくださいませ。いきます。1,2,3,4。こんな感じの、フレーズでございます。まあさっきのコードカッティングと比べると結構パーカッセブな感じがして、あ、スラム奏法っぽいなみたいな感じがするかと思います。でもそんな難しくないんで、頑張って練習をしていきましょう。新しい要素としてね、2つあります。まず1つ目は右手の親指のこのゴーストノートってやつです。親指をブラーンってぶら下げた状態にして、この6弦をパンって叩くと、6弦がこのフレットっていうこの金属のパーツにこの当たって、このパチッって音がするんですよ。ちょっとやってみてくださいませ。これ。パチッって音。この右手ゴーストがまず1つ目の新しい動きです。手首をこの回転する感じで、肘からこういう風にこう叩きつけるんじゃなくて、回転する感じでやってみてくださいませ。で、親指は気持ちいい、このぶら下がる感じが良いかと思います。上にこの向いてしまったりとか、なんかこの真下にしてしまったりとかせずに、気持ちこのブラーンって下にこう斜めにぶら下がっているような状態。で、ここで手首を回転させて、軽く押し込んでギューっていかずに、軽く、ツッて音を出します。で、次、二つ目の動きは左手のゴーストです。これがなかなか難しい。人差し指を、ピーンと伸ばした状態にして、まず軽く全部の弦に触れます。これが基本の状態です。で、ここから、中指、薬指、小指のこの3本指を、パタンと勢いよく落として、パツって音出します。ゆっくり。もう赤ん坊のお腹にこの手のひらを置いて、もう指でこう、優しく、ねんねんしなさい。ねんねんしなさいと、軽く叩いてあげてるような時の気持ちでございます。指先だけで軽く叩いてあげると。それを人差し指を残して、ねんねんしなさい。ねんねんしなさいってやってあげるようなイメージです。こんな感じ。人差し指が動いてしまうと、いろいろこの音が鳴っちゃったりとか、開放弦が鳴ってしまったりとかしてしまうので、人差し指はミュートしてそのままでパツッと音を鳴らしましょう。意外と難しいですよね。で、これができたらまずですね、右手のゴースト、左手のゴーストを交互にやる練習してみてくださいませ。パッツ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 。この時点で結構むずいっていうね。さっき簡単って言ったじゃないかって話ですよね。何言ってるんですか。最初は誰でもそんなもんですよ。大丈夫です。難しいです。慣れです。こんな感じ。できればそのゆっくりでいいんで、リズムを均等にしたいですね。そのってなんかこういくんじゃなくて、パッポ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 、リズムを均等に。そして音量もできるだけ均一に。で、でかいちでかいちでかい小さいでかい小さいとかではなく、こんな感じで同じくらいの音量が出せるとまず嬉しいなと思います。なので、これの動きを練習するために、まずこのひたすら動かす、パタ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 、こんな練習をしてみてくださいませ。で、これができるようにできたら、その次のステップ、ちょっとこのね、応用を聞かせて、こんな動きをやってみます。ちょっとこのパッと見るとさ、わけわかんないじゃないですか。
わけわかんなく見えるんですけども、でもそんな難しくないので大丈夫です。まず右手、バス、ゴースト、スネア。バス、ゴースト、スネア。まずこれをやってください。バス、ゴースト、スネア。バス、ゴースト、スネア。で、スネアの後は、スネア、アップストローク、ゴースト。バス、ゴースト、スネア、アップ、ゴースト。バス、ゴースト、スネア、アップ、ゴースト。まず右手これです。ドッツ、パカツ、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 ドッツ、パカツ。で、この右手を動かす中で、ドッツ、パカツってある中のこの合間を左手のゴーストで埋めます。ドッツ、パツ、まずそのドッツの時に、ドッツ、ドッツ、ツツ、ドッツ、ツツ、ドッツ、ドッツ、にドッツ、ツツ。で、最後のドッツツッツパッパッカツッツドッツツッツパッカツッツドッツツッツパッカツッツ。右手の動きをひたすらこのキープするという気持ちを持ってくださいませ。手順ではなく、右手を動かして続けて、右手を動かし続けて、その合間を左手で埋めてるって感じです。あくまで右手が主軸。ドッツ、パッカツ、ノ、パッカツ、ツ。この動きの右手が常に主軸です。ドッツ、パッカツ。で、その合間に、パッカツ、ドッツ、パッカ、パッカツ、ツ、ドッツ、ツ、ツ、パッカツ。左手が絡んでくると、そんな感じのイメージで練習すると良いかなと思います。最初はややこしく感じると思うんで、もうひたすらゆっくり、何回も何回も繰り返してみてくださいませ。で、それをね、この体に馴染ませてうまく馴染んできたならば、ちょっとこうボケっとしながら、気持ちを無にしながら、ちょっと早めに、こんな感じでいくと。で、これを練習できたら、習得できたならば、いよいよフレーズの仕上げでございます。ややこしく見えるんですけどもね、ぶっちゃけね、ずっと繰り返してるだけなんですよ。まず一発目、6弦から0、7、6、7、8。E7 スカッコシャープ9カッコ閉じるっていう、シャープ9スコード弾きます。で、これをジャーンと弾いたら、さっきドッツパカツってやったじゃないですか。 ドクツクパカツクドツツクパ、このパからやればいいんです。ジャーンパカツツジャーンパカツツジャーンパカツツ。で、その後は繰り返しです。ドクツクパカツクドクツクパカツドクツクパカツクドクツクパカツ。で、最後の、つに関してはコードを準備しなければいけないんで、ドクツツパカツクドクツクパカツの後はアップストロークをしてコードを作って頭に備えます。ドクツツパカツッツドクツクパカツクダーンと。ダーンパカツクドクツクパカツドクツクパカツクドクツクパカツカダーンパカツクツツパカツツドクツクパカツツドクツクパカツツダーンパカツツクドクツクパカツクドクツクパカツツダーンパカツ。こんな
な感じの、からくりでございます。最初はパッとねフレーズを見たときなんかこうねえどういうことえわかんないんだけどってなったと思うんですけども、まあこんな感じで、ね、一つ一つ動きを紐解いていくと、ああそういうからくりになってたのね、なるほどねっていう感じになったかと思います。わかるが、あ、わからないがわかるになったならば、同じさっきも言った通り一本目の動画かなで言った通り、わからないがわかるになったならばできないをできるにするターンっていう感じでございます。頑張って練習してみてくださいませ。でもまあこれね、ほんとなんかこう慣れなんですよね。その自転車乗るの最初すごい難しかったじゃないですか。けど一回乗っちゃうとさ、覚えちゃうとさ、もう体が覚えてるからさ、別に意識しなくてもなんかできるじゃないですか。それとね、本当に似てる感じです。もう、うわぁ、インバランス取れない、うわぁ、難しい、できない、うわぁ、っていうのが最初の、うわぁ、でございます。なのでひたすら練習すれば必ずできるようになりますので、頑張って練習してみてください。ちょっとおまけ。です。これ本当 C というならばというかおまけです。余談です。全然覚えなくていいです。このゴースト、もし全然余裕でできるという方いらっしゃいましたら、このね、1個でバーンっていくんじゃなくて、ダブルでいきましょう。薬指、中指。バラして薬指、中指と。1個でポンっていくんじゃなくて、パパ。こんな感じのダブルゴーストみたいなのがあるんですよ。これできるとね、もう好きな時にこのシングルゴーストをダブルゴーストにするだけですごいこのいろんな音が出せるので覚えておくと吉です。こんな感じでパラッパラッとどこでもいいです。好きなところにこのダブルを入れるとなんかすごいめちゃめちゃこの、ね、音がバーって増えるんでなんかすごい派手な感じがします。ちょっとやってみるとこんな感じ。ちょっとめちゃめちゃ増やすとうざったい感じはしますけども、まあこんな感じになるわけでございますよ。なんか手順がね細かくなるだけなんかすごいこのフレーズが派手になったような感じがしませんでしょうか。もし余裕があればこんな感じで、ダブルゴーストも練習していただくと、良いかと思いますので頑張ってやってみていただけたら幸いでございます。それではこの4本目の動画も終わりにさせていただきましょう。何かわかんないこととか気になることとかありましたらぜひお気軽にコメント残してみてくださいませ。ではこれができたので次の動画に進んでみてくださいませ。どうぞ。